おはようございます。加藤さん、メッセージありがとうございます。今日は消防士の格好でいらっしゃいますか？やっぱかっこいいですね。なんか何かを守る消防士、警官、まあ特に日本人っていうのはユニフォームにすごくね先入観取られると言いますけども、やっぱピリッとしてますね。なんかね、ファイナンシャルプランナーさんがそういう風なね消防士さんの格好をされると、あれ間違えたかなと思っちゃったんですけども、間違いではないですね。というところで、そのステーキングなんですけども、やっぱね多少そのロックされるっていうのがねなんか引っかかるところなんですよ。今までの苦い例もありますから。暗号通貨でパシッとね30日ロックですよとか2週間ロックですよって言って10日目ぐらいに飛んだみたいなのが結構ね今までありましたんでね、伊達に損はしてないですよ。でその中でカルダノエーダのステーキングが他とね一線を画してるのは、カルダノエーダのステーキングってロックがね1日たりともないんですよ。ステーキングしますよとか言ってロック期間なし、いつでも動かせる、いつでも法定通貨できる、いわゆるそのステーキングの権利の委任なんですよね。なんかすごく不思議ですよね。だからウォレットの中に入れておくのは変わらないんですけども、ステーキングですよって言っても別にね資金がどっかに移動するわけでもなくて、ウォレットの中に入ったまま、あのステーキングの権利を委任してますよって形なんで何にも取られないんですよ。それこそ1位だからステーキング可能ですし、いつでも使えるしみたいなんでね、すごい極限までリスクを削ぎ落とした形になっているのがカルダノエーダのこのステーキングの魅力でもあります。まあ、ですのでね、これからステーキングに参加する方、そしてそのステーキングを目指してカルダノエーダを買う方はこれからどん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 増えると思いますので、それはねビットコインとかイーサリアムとか関係なく値段は上がっていくと思います。逆にですね、ビットコインやイーサリアムで利確した方が ADA でさらに高い利益を求めてくるっていうような流れを私は予想してるんですよ。でそのためにはADA の魅力とかステーキングのね ADA の有利さってものをどん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 広めることによって、こんなのね、あのはっきり言ってね、あの分散型金融とかでイーサリアムとかメタマスクやってる場合じゃないぞと、それは体の言った方がいいぞっていうふうに気づいていただくようにこれからねやっていきたいなと思うんですよ。もちろんこれからディファイの勉強もしていくんですけども、知れば知るほど体の枝が2段3段上をいってるってことを確認するばかりですね。これはね、やっぱ私が2014年から2015年カルダノエーダってものに気がついて、購入を訳も分からずして、それからね学び続けて、こういうことだったんだ、そういうことだったんか、これをね5年6年前、いや10年ぐらい前に考えてそこに向かっていったチャールズ・ホスキンソンさんはどんだけ天才なんですか、当時29歳。まあ天才に乗っからしてもらいます。いってらっしゃい。